Hi guys, it's Chi here. Welcome back to my YouTube channel. どうも皆さん、お久しぶりです。Chi です。本日はオーストラリアについての動画をシェアしていきたいと思います。はい、ということでまずオーストラリアに住んでみて気づいたこと、その1、日本受けがいいっていうところですね。日本受けなんでいいんだろうと思った時に、正直、まあ、日本が近いっていうのもあるかもしれないけど、日本製品も多いし日本食も多いし、スキーで有名なんですね日本は。オーストラリアにもスキー場あるけど、雪の質があんまり良くないらしくて、白馬とかニセコとかそういうところに行くと本当にすごいクオリティの高いスキーが楽しめるから、結構そこら辺に行く人とかも多いし、まあ普通に旅行で行く人とかも多いから、日本出身だよっていうと結構、あーなんか日本行ったことあるよとかっていう人が結構私の周りではすごく多かった。あとまあ中学だったり、あ、小学校かな、選択科目の言語として日本語が選べるんですね、オーストラリアは。なんでそれで日本語を学んでる人がいたりとか、まあ、アニメとかもすごく何だろう、影響が強いと思います。やっぱアニメ見て日本語好きになった、日本好きになったとか。まあでも結構受けはいいです。ただまあやっぱり世代が上の人、例えば戦争を経験した人とか、あと田舎とかそういうところに行くと、やっぱりちょっと接し方とかは変わってくるかもしれないんですけど、まあ、少なくとも私が住んでるブリスベンっていう街だったり、まあ、私が接したことのある年代の人とかで、え、日本みたいなコンテンツで言われたことは今のところないです。2つ目は多国籍料理のクオリティが高いというところですね。まあ日本食も含めてそうなんですけど、タイ料理、韓国料理、ベトナム料理、トルコ、インド、まあ、いろいろすごくあるんですよ、移民の国なんで。でもね、どれもすごく美味しいです、まあ、オーストラリア基本的に物価高いんで外食するっていうのとちょっと高くはなっちゃうんですけど、それでもオーストラリア系の例えばステーキハウスとかシーフードレストランとかに比べると全然価格は下下がるので、外食するなら多国籍料理がおすすめです。3、健康意識が高い人多いです。そう、これはね本当にあるある、あるあるっていうかね、共感する人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まず私オーストラリアに来て初めてグルテンフリーっていうものを知りました。でレストランとかに行ってもグルテンフリーのメニューがあったりとか、スーパーに行っても結構グルテンフリーのパンとかグルテンフリーのパスタとかもすごくよく売ってます。まあ、これと同じようにビーガンっていうのもすごく流行ってるっていうか、最近すごく多くなってる気がします。ビーガンって動物性のものを一切摂取しない人なんで、まあ、食生活でビーガンやってる人もいれば、もう生活全部、例えば毛皮を使わないとか、動物実験が行われたプロダクトを使わないとか、結構厳しい人はそこまでやってる人もいるみたいなんですけど、一番多いのはやっぱ食事でビーガンやってる人で、どんなカフェに行ってもやっぱビーガンのメニューがあったり、まあどんなカフェっていうのはちょっと大げさですね、結構多くのカフェがビーガンメニューやってたりとか、スーパーとかに行ってもビーガンのミートとかビーガンのチーズとかっていうものが結構普通にスーパーでも手に入ります。なんですごくね、健康意識がすごく高い気がします。あと最近流行ってるのが昆布茶。昆布茶って日本の昆布茶って思ってたんですけど、実は違うらしくて、中国ら辺発祥で発酵させたイースト菌入った飲み物みたいな、まあ、とにかくなんか発酵してあるのがすごく体にいいよみたいな感じで売り出されてるんですけど、それがねすごい人気なんですね。健康食品系ってすごい高いので、まあ、8ドルとかね、 2リットルのボトルで8ドルとか普通にすごく高いんですけど、それでもやっぱ買う人がいる。次、4番、自然問題系に意識高い人多い。これはまあ健康系とちょっと似てるんですけど、自然問題系もねすごく意識高い人多いです。まあ、プラスチックね、日本もそうだと思うけど、プラスチックの袋は有料化したりとか、あと最近すごく多いのはストロー。例えばあのレストランとかカフェとかに行っても、飲み物にストロー刺さってるんですけど、そのストローがねプラスチックのとこ最近ほとんど見ないです。紙か鉄のストローを使ってるところがすごく多いです。なんでプラスチックね反対みたいなのが結構最近この波が来てる。でまあそれに結構持ってる意識高い人多いなと思います。次、5番、コーヒーが美味しすぎるっていうところですね。息が切れてきた。オーストラリアはあのカフェ大国として結構有名なんですけど、本当にコーヒーが美味しいです。なんかどのカフェに行ってもクオリティが高いコーヒーが飲める。ちゃんとプレスでプレスした、なんかドリップとかはねあんまり、どっちかってエスプレッソ系がすごく多いんですけど美味しいです。でなんでスターバックスが実はオーストラリアはすごく
人気じゃなく人気があまりなくて、本当にシティにポツポツポツって3つぐらいあって、ちょっと離れる、ちょっとシティから出るとスタバとか全く見つけられないです。日本だと本当にどこでもスタバ結構あるんですけど、そういうのがないですね。でまあ理由の一つとしては、まあ、他のカフェでも全然美味しいコーヒーが手に入るっていうのと、あとはカフェ文化っていうのがオーストラリア人の中でこう近所のカフェに行ってスタッフの人となんかお話しながらコーヒーを飲んだりとか、近所の人と朝ごはんを食べながら楽しんだりっていう文化がすごく根強いらしいんですよ。なんでスターバックスとかだとローカルっていう感じでもないし、近所にあるわけでもないので、やっぱり自然とそういうローカルのカフェに行くっていう人がやっぱ多いみたいです。あと思ったのは、結構オーストラリアのカフェって朝ごはんやってたりランチやってたりっていうところが多いんですけど、スターバックスってそもそもそういうのがないじゃないですか。ライトミール、こうサンドイッチとかラップとかマフィンとかそういうものしかないので、まあちょっと何朝ごはん食べに行こうっていうノリで行ける場所ではないっていうのも影響してるのかなと思います。ここですね、ワークアウト大国っていうところです。でワークアウトってか運動、エクササイズっていう意味なんですけど、すごくやっぱりジムの数も多いし、なんかヨガとかのクラスも多いし、まあ、それちょっと健康意識高い人っていうところにも通じてるのだと思うんですけど、ちゃんと筋肉すごく鍛えてる人とかがすごくやっぱ多いですね。そう、まあでもいろんなスポーツ楽しめる外で、まあランニングしてる人もすごくいるし、なんかねローラースケートやってる人もたまにいる私すごくやりたいけど、ちょっと小学校とかでやってた思い出があるからちょっと恥ずかしいなって思いながら、まあ、スケボーもやってる人いるし、とにかくまあだからアクティブにねこう体を動かすの好きっていう人は結構オーストラリアおすすめですっていうところです。ということで、まあ、私が3年近くオーストラリアに住んでみてこう気づいたことを述べてみました。最近こうポポポって思いついたことなので、実はもっとすごくたくさんあるんで、また思いついたら動画にしていきたいと思います。はい、ぜひねもっとオーストラリアのこと知りたい人とかチャンネル登録よろしくお願いします。So thank you so much for watching this video and I will see you guys in the next one. 今日も動画見てくれて本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。1、2、3